モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には古河市にある増田切箱店の霧の中地まな板プレゼント。はい、霧のまな板はね、使ったことがないっていう方はいらっしゃるでしょうけれども、実は軽くってすごくすごく取り回しが楽なんですね。で、素材が柔らかいっていうことで包丁仕事が疲れないっていう、そういうね、あの特徴があるんですよ。だからね、霧の中地まな板ぜひ手に入れて毎日のお台所仕事をね楽しくしていただけたらなというふうに思います、はい、さあそれではね、今日届いたおもろい家族紹介していくことにしましょう。まずはねこちら女性の方かなこさんからいただきました。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。うちの母のおもろい話、もう思い出すと笑いが止まりません、うん、今我が家リフォーム中で大工さんが5人ぐらい毎日毎日暑い中仕事を頑張ってもらってるんですが、うん、まあ本当に暑いですよね。いや外にいて1時間もうなかなかいられないっていう感じですかね。はい、まあそれでもね、あの外仕事の方もたくさんいらっしゃるわけで、やっぱそういう方たちっていうのは本当にね、あの大変でしょうけれども、今我が家リフォーム中で大工さん5人ぐらい毎日暑い中仕事してもらってるんですが、母は毎日お菓子に飲み物を出して現場を支えてるんです。先日買い物で孫を連れて行きました。母は、ああ薬局寄っていこうかね、ばあちゃんの尿漏れの薬買わないかんけんと、早速薬局で尿漏れのハルンケアというドリンクを買ってました。もうこれがないと寝られん、夜中におしっこ何回も行かんでいいっちゃんね。そして大工さんに出すお茶や飲み物を大量に買い込んで、無事に自宅に着いて孫に冷やすのを頼んで母は美容室に出かけたんです。お昼3時過ぎに帰ると孫に大工さんにペットボトルとかオロナミン C とか出してきて、すると大工さんから、あのすみませんと申し訳なさそうに話しかけられて、これと持ってこられたのがハルンケアと赤マムシとそう、息子は薬局で買ったものを冷やした後それを全部出せばいいと思っていたんです。大工さんから渡されたハルンケアに赤マシドリンク、母の慌てっぷり、もう思い出すだけでちょっとハルンケアはもしかしたらって思ってましたけど、赤マムシドリンクなんか、赤マムシドリンクまであったみたいですいつの間に。赤マムシドリンクは父が冷やしていたようで、そっと冷蔵庫に未だ冷やしてます。そしてリフォームもあと少しで終わりですいやだからこれはもうなんかどっかでもらってきたっていうのがずっともう長いこと、そういうことですね。そういうこと、そういうこと、あのなんとなくあの冷蔵庫の中にあるっていうことですよね。はいはいはい、面白いですね。大工さんもびっくりですよこれってさあそれからね、これも行きましょうか、女性の方、中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。8月20日6歳年上の主人、48回目の誕生日を迎えました。おめでとうございます。おめでとうございます。これは数年前の主人の誕生日の話、当時2歳の双子の子育て中だった私、子供が起きている時間は本当に忙しくって、家に持ち帰った仕事は深夜パソコンに向かう日々を、家に持ち帰った仕事は深夜パソコンに向かうという日々を送っておりました。そしてうっかり平日だった主人の誕生日を忘れてしまったんです、はい、午後11時半過ぎた頃に、まあ夜の11時半過ぎた頃に主人から、ねえ今日何の日か知っとう？と聞かれて、忙しくてイライラしていた私は、え知らんよとつれなく答えました。主人は寂しそうに、今日俺誕生日やったけどやらかした。私は猛反省。
そこで週末に挽回するぞと主人の食べたいものをリサーチし家でお祝いすることにしたんです、うん、ホールケーキなんて数年買ってなかったけど主人に内緒で近所のケーキ屋さんに注文。ケーキのお会計の時にレジ横に置かれてた数字型のろうそくが目に留まって、せっかくだしろうそくを飾ったケーキを囲んで家族写真を撮ろうと思いついたんです。店員さんに4と3のろうそくをくださいと注文。そして食卓に料理を並べカメラを用意し満を持して43というろうそくに火をつけ誕生日ケーキの登場。きっと喜んでくれると思った主人、妙な顔をしてるんです。ろうそくが溶ける前に早く写真撮ろうとノリノリの私。そしたら主人が、今年で君は何歳になる？36やけど俺と何歳違いやった？6歳。36+6は42。やらかした。重なることってね、ないことはないです。はい、そう、また私はやらかしたんです。主人の年より1歳多いろうそくをケーキに飾ってました。その後平謝り、大和な主人はいいよいいよと許してくれました。食事を終えて台所で片付けをしていると主人が手伝ってくれました。手には例のろうそく、おもむろに引き出しに直しております。どうしたとって聞いたら、来年も使おうと思ってしっかりしているところ大好きです。面白い、しっかりしてるところ大好きですと。いいご夫婦ですね。本当すごい素敵な夫婦だなっていうね、思いますね。はい、うんうんうん。さあ、それからね、これもいきましょうか。女性の方からいただきました。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。これは本当に優しくお茶目だった次男の話。9月10日次男がお空に旅立って4年になります。次男は4歳で脳腫瘍が見つかって、余命半年から1年と言われました。病院での闘病が1年ほどあったものの、8歳で旅立つまでの時間をほとんど一緒に自宅で過ごせました。旅立つ1年前頃から年齢もだんだん上がっていたので、次男がお母さんも死ぬとと死について尋ねてきましたね。やっぱね、子供もやっぱそういうことね、思いますからね。私は自分の病気が死につながってるのかなと思っていたんですが、何でもないことのように、そりゃ人は必ず死ぬよ、年を取ったらね。でも順番がある、年の順ね。だけんそうやね、じいちゃんとばあちゃんが死んで、お父さんが死んで、次がお母さんやね。そしたらすごく悲しそうな顔をするので、ああ想像するだけでそんなに悲しいのかと慌てて、大丈夫、お母さんは死んでもずっとそばにいる、姿は見えないけどでもここにおるよって分かるように、お母さんが死んだら翔ちゃんの足の裏をこちょこちょってするからね。そしたらうわーんと泣き出したんで、私が死んだことを想像しただけでこんなに泣くのか、可愛い、そして愛おしいと思っていたら、私が死んで会えなくなるってことよりもお母さんが幽霊になると思ったらしく、それが怖いと泣いていたんです。もうその時は辛い思いも吹き飛んで、私は大笑いして、分かった分かった、じゃあ黙って見守るねという話をしました。その後次男が旅立って、幽霊でもいいから姿を見たい、せめて夢に出てきてと毎日思っていたんですが、なかなか願いは叶わない。そして初盆を無事に終え、8月15日の夜中、旦那と次男の双子の妹、私の3人で寝ていたんですが、私の足の裏を誰かがこちょこちょこちょってしたんです。びっくりして飛び起きて、旦那に誰かが足の裏触ったと話をしました。旦那はびっくりしていたんですが、次男と話をした足の裏をこちょぐるって話をしたら、すぐに絶対それは次男だよ、その後姿が見れるかもとドキドキして眠れませんでしたが、そばにいるんだなと強く感じた出来事でした。もしかすると姿は見えなかったからただの勘違いかもしれませんが、ただ本当に足の裏をこちょこちょこちょ、小さな指が
してくれたんです。今でもはっきり覚えてます。あれきっと優しくってお茶目だった次男だと思います。お盆になると必ずこの日のことを思い出し、また足を触らないかなと毎年期待している私がいます。モーニングジャム